水玉レインコート。あ、かわいい。え、めっちゃかわいいやん。いいね、いいね、これ。雨降ってないけど、これ着てくわ。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年4月20日、月曜日の午後6時48分です。今日は特にお知らせはありません。今週も一週間頑張りましょうね。それでは、月曜日始まり始まり。びっくりした。はい、ということで、今回もやっていきたいと思います。もしもし、こちら、たぬき商店の豆吉です。買い取りボックスに入れてくださったお品物の代金 37,125 ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。さあ、お、なんか釣り始めた。あ、待って、なんか、たぬきマイレージが溜まっとるね。何の化石かな？3段階目？肩書き、歴史好きの研究者、たぬきマイル1000マイルゲット。また結構溜まってきたよ。あれ？まだ？まだあった？ちょいちょいちょい、あ、これか。貝殻拾いの達人。貝殻ね、めっちゃ落ちとるし、めっちゃ復活するんよね。肩書き、買いかぶられた会長、たぬきマイル2000マイルゲット。で？オッケー。よし。今回ちょっと、前回ね、キャンプ場に、丸太のベンチを置いたと思うんやけど、あれちょっと周りぐるっと囲んだ方が、いいかなと思って、ちょっと作ったんで、それを設置します。これ確実に一個だけじゃなくて、ぐるっとした方がいいよね。ワイルドな丸太のベンチ。よし。このなんか、隙間をね、すり抜けていける感じすごいいいことで、斜めに抜けれるっていうの。あ。は。違う。あ、その方向でも座れるんや。へぇー。なんか何でもありやね。で、どっちの方向から座ってもちゃんとくるっと回れるっていうのもいいし、ちょ、待って、置けない。この辺で置いて、え、そんな向こうの方。よっ。この辺か？いやね、多分バランス的に。さあ、これで、いい感じなのではなかろうか。あら、ごきげんよう。だってば。おしゃべりしよう。島暮らしってほんと素敵よね。家の中にばかりいたらもったいないわ。だってば。うん、それはものすごく思うよ。いろいろと。歩き回っとったら発見もあるし。あ、あったあった。やっぱ一日一個は必ずあるよね。ってことで今回のレシピは、これを拾ったラッキーな君へ。久しぶりに読んだ本にこんなレシピが挟まったんだよ。お父さんの忘れ物かな。誰かに自慢したかったから使い方を一緒に入れたよ。君も作ってくれたら嬉しいな。職人のパンタより。おー、パンタくん。石のテーブル。石のテーブルってどんな感じ？ちょっと待ってね、確認。あ、なるほどね。遺跡とかにありそうな感じ。遺跡とかに。あ、これなんか新しく覚えたよ。パンフルート。かわいいことない。でも特に作りたいものもないしなーっていう感じなんよね、今のところ。さあ、今回はどうしていきましょうか。てか、まだ星3にならんのかな。一応10人、ねえ。全員揃ったんだけども。どうでしょう。しずえさん。あ、そうそう。今日は？また段ボールや。誰か定期的に。あれか？誰かが引っ越してきた時にその段ボールを置きようんやねん、そこに。違う？違います。どうも。あら、いなさん。お疲れ様です。本日はどのようなご相談でしょうか？島の評判について。アイナ島の評判をお知りになりたいんですね。現在のアイナ島の評判は、まだ二つ星か。まだまだ足りんわけやね。花かな、やっぱり。最近注目度が増してきて話題になりつつある状況です。具体的に寄せられたご感想例を読み上げますと。そうなんです。私何度か遭難したことがあるんですけど。また。また。
なるほどね。もっと早く。でもヤシの木のあたりとかに倒れられとったらちょっとね、ジョニーの救出も遅くなりそうな感じが。自然環境か。お花をもっと増やせと。まあね、ちょっと今頑張ろうと思って、いろいろとお花を集めてはいるんだけども。え、てかさ、ヒヤシンスとチューリップしかなくない？なんかもっと花の種類あるもんな。あの、無人島に旅立ってもさ、その2種類しかないんやけど。どういうことでしょうか。タヌキ開発マルチメディア端末、タヌポートでございます。1日1回のタヌポートへのアクセス特定マイルを付与いたします。イェーイ、300マイル。ご利用になりたいサービスをお選びください。ってことで今日のタヌキショッピングは、なんだこれ、グランドライト。ニンテンドースイッチ。これ普通のやつやね。なるほど。今日は特にないなぁ。あ、かわいい。キキハウス。え？キキハウスっていう割にはあれやね。DJ キキは左端にポツンと。じゃあこれオーダーします。かわいい。最初キキアイドルかと思ったよ。色味的に。たぬきマイル交換。さあ、じゃあ今回は、ラティスいいなぁ。これしよっかな。ラティスの DIY レシピは1000マイルになります。交換いたしますか？姿勢さんなんか、髪の毛っていう耳気にしとる。かわいい。あ、女の子やんね。これ自分の家の周りこれにしたい。ね、今のイースターのやつじゃなくって。多分柵的な感じで使えるやつやろ、あれ。良きだね。わらぼしの柵。これね、柵としてっていうよりは、何アンチョビの家のところにちょっと置きたいなとは思うんやけど、どうだろうか。どうだろうか。レンガの井戸。井戸もなんかどこかしらに作るの良さそうかなとは思うのだけれど、まあ、今のところはいいかな。じゃ、とりあえず、ラティスに作り替えよ。あの周りを。何が必要なんやろ？木材？びっくりした。ちょっと待ってね。あ。マイルを使ってマイルをゲットキャンペーン。たぬきマイル 200×2 ゲット。結構取り戻せたね。あ。もうこれで取り戻せたやない。経済を回そう。ショッピング奨励キャンペーン。オッケー。で、あとはちょっと。はい。ラティスのレシピを覚えます。ラティスのレシピを覚えた。ラティスを作るには何が必要でしょうか。はい、ラティス。作っちゃいます。足りる？この一回分で。もう一回分作ろう。よし。オッケー。ってことで、とりあえずこの辺、回収していきまーす。お、なんか一個だけ。そういう感じ？なかったらなかったで綺麗なんやけどね。なんかめっちゃ細かくやったんやな、これ。ねえ、だいぶ。え、細かすぎん？こんなんやったっけ？めっちゃ個数使っとるやん。これで、OK やね。こっちの方がスッキリして見えんこともない。いや、でも、よし。立てていきましょう。あ、でもこれいいな、やっぱり。ちょっと待って。はい。え、ちょっと待って、これすごく気に入らないんだが、私。あれ？ちょいと待ってね。え、この感じになるのなんか嫌なんよね。やっぱ先にこっちに、こう、立てて、あれ？あ、これでよきか。なんかこの隙間がめちゃくちゃ気になる。
めちゃくちゃ気になるけど、この距離感でしか多分無理なんよね。よっ。ほらほら、こういう感じで。お、いいね、いいね。若干見にくいかもしれんけど、あ、待って、人面カメムシ来た。これ結構ね、いい値段で売れるけん。人面カメムシ、湧いたら必ず捕まえるようにしとる。アラティスこれ。作るの1回分でよかったかな。これは、隙間ありすぎなのでは。え、そんなことないかな。よね、隙間ありすぎやったよね、今。確実に。ちょい待って。見えないところに立てるの結構大変なんだけど。よっ。そこの隙間あるね。よっ。へえ。なんかさ、ここスッて通れるときと通れんときがあるんよね。何事？あれ、できない。もうちょい後ろか。ふんふんふん。これで、こうやって綺麗にちゃんとできるのめっちゃいいね。よっ。こういう感じかな。あ、よきよきよき。めっちゃよき。ね、可愛くなったね、だいぶ。やっほー。こんばんは、夜でもオイラ、バッチコイラーの心。お話ししよう。今日も一日いい汗かいたぞ。へ、明日の筋肉痛が楽しみだ、の心。の心、めっちゃ気になるんやけど。何何って感じ。さあ、それじゃあ、あとどうしようかな。私ね、あさみさんに会話をしてもらいたいんだけど、会話をしてもらいたいんだけども。いらっしゃい、手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。これさ、表の服とかは全然変わりよらんのかな。いつも来てくださってありがたいんですけど、ちょっと今バタバタしてますので、ごめんなさいね。でももうちょっとじゃない？多少なんか、話を聞いてくれそうな雰囲気が。試着室を使いたいのね。どうぞ。よしよし。この試着室私だいぶ好きなんよね。あれ？これなんか表に飾ってなかった？やっぱり表反映されるんかな？プルオーバーアウター。感服って何？なんかよくわからんけど。レトロ A ラインワンピース。何これ？マグロ寿司。マグロ寿司。どういう？あー、かわいいけどな。何これ？カッパのお皿。ちょ、待って。ギャグに走る。めっちゃギャグに走る。ほんとね。でもなんかなぁ。なんかなぁって感じだよね。ドット見に、いや、見えてない。見えて、プルオーバーアウター。なんかこのカラフルな感じ結構好きかも。でも下はちょっとこれじゃないね。下はちょっと地味めにした方がいい気がする。ワイドチノ。チノか。派手な髪飾り。絆創膏。めっちゃやんちゃじゃない？うわ、風船ガム。めっちゃいいやん。え、超可愛くない？え、超可愛くない？いや、でもここはやっぱり白やね。よきよき。え、めっちゃよき。こんな感じかな。じゃあこれで。あ、合計2920なん。めっちゃ安いやん、このまんま。あら、素敵やよ、お気に。もともと身につけたものはお家の収納に送っておくわね。あら、めっちゃ良くない？ちょっと小生意気な感じ。風船ガムとかあるんや。お気に、またどうぞ。なんか今回のこの厚盛り、私だいぶ、なんて言うん？だいぶこういう、ボーイッシュな感じ。の服装にしよることが多い気がする。でもめっちゃ可愛いんやもん。ね。とりあえずここには、橋に被るけん、植えないとして。あ、みんな家の中におるんかな？
あ、でも電気ついてないけんおらんか、この辺は。ルーシーは家におるっぽい。え、なに、どうしたの？めっちゃ病んどるやん。なになになに？寒気がするのに暑くって、お薬飲まなきゃなんですけど、よう。お薬作ってきます。え、てか、ああいう格好なんやね。ちゃんとルームウェアなんや。かわいい。お薬、お薬。ああいうこともあるのか。え、みんなさ、部屋におるときもしかしてルームウェアなんやかな。ええー、気づかんかった。ちょ、待って、めっちゃルンルンで帰ってきたのに、私。なんてこと。そして、澄ました顔で。澄ました顔でまだまだ続けてるけど。待って、雑草がいるんやっけ？お薬作るの。お薬を作ります。初めて作るお薬。お薬ができた。よし、ルーシーに渡しに行こう。ん？なんだ？あ、これか。DIY でものづくり奨励キャンペーン。私3回もなんか作ったっけ？全然覚えてないんだけど。びっくりした。みんななんか浜辺に集合しすぎじゃない？ルーシー見かけないと思ったら体調崩してたのね。あ、めっちゃくしゃみしよる。家の中に入ったら見渡せるのいいね。これルーシーの家もしかして初めて来た？私。お、勉強熱心なんやね。本がいっぱいある。あ、ごめんごめん。ごめんなさい。なんだか、具合が悪いみたいで。よう。お薬だよ。いいんですか？では、薬って聞いた途端に元気になってない？お言葉に甘えて、よう。はい。これね。しっかり飲んで。おお、速攻で治った。ふぅ。これで安心です。ありがとうございます。調子が良くなったような気がします。手持ちのものですみませんが、この水玉レインコートお持ちください。ありがとう。このご恩は忘れませんからね、よ。他の子たちのルームウェアも見たいね。水玉レインコート。あ、かわいい。え、めっちゃかわいいやん。いいね、いいね、これ。雨降ってないけど、これ着てくわ。びっくりした。雨降り出したかと思った。風の音か。ちょっと待って。帽子外そう。よいしょー。さあ、これで。他の子たちは特にルームウェアないかな。家かと思ったら全然違ったわ。うっ、抜けたい。あ、アンチョビが家にお、あ、待って待って。こっちもだ。モニカもいるわ。全員が全員部屋着というわけではないんやね。てかめっちゃガーリーやね。え、そういう感じなんや。へえ。なんかもうちょっと違う感じを想像していたけれど。え、あ、こういう家具あるん。かわいい、めっちゃ。ね、いいね、これ。ロフトベッドで下、机っていうの。え、めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。私、小中学校の時こういうの欲しかった。え、すごい。え、てか、かわいい。めっちゃ乙女な部屋。よきよき。よきよき。ここはあたいの気分が上がるアイテムをいっぱい詰め込んだ。あたいによるあたいのためのお城だよ。ちょっと照れくさいけど、好きなだけ見てってよ。あは。家具に触ったらそういうコメントがあるのね。え、家具ごとのコメントとかあったりするんかな？そんなことはないんか、別に。初めて触った時だけかな。なるほどね。かわいいよ、モニカちゃん。いいね、いいね。なんかもうちょっとなんていうん、サバサバ系とかそういう感じかと思ったけど、意外とガーリーで乙女な感じ。ん？今なんか喋ってたよね、確実に。会話に入っていきたかった。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあ、K
結構ね、こう何日間か見かけんような動物とかもおったりするけど、ああいう感じで体調崩してるってことなんかな。定期的に家の中とかも訪ねていきたいね。そういえばなんか家の中見たことない子もいっぱいおるし。